一つプラスできるかどうかで、次の工程の方のことを考えてできるかどうか、それですよね。やっぱり一番、あの自分らが作ってるのはあくまでも品物というか作品じゃなくて、あのその作品を作るための道具なんで、まあ僕は夢中でしたからね。今やったらどうでしょう。まあ別に自分職人とかそんな感じで思ってないんで、なんか好きなことやってるんで、まあ友達もたくさんおった方がいいやろうし、でいろんな話をしながらって、で仕事するのもざっくばらんな話ができて初めて楽しいんであって、無言で仕事しろというのが一番きついはずやけん下請けって言わしても、最終的に片屋さん生地屋さんがおらんかったら焼き物できんでしょうもんっていう気持ちはありましたよね。そしたらなくなることはないんだろうなと思って。やっぱりろくろとかそういう形の方が多かったみたいな感じですよね。でその当時がそれほどまだ型がこっちにない状態なんで、とりあえずこっちで型屋やろうかってなって始めたのが、今から約50年ほど前に親父が始めたのがこの山立成形の始まりです。良くも悪くも自分の腕次第でその先が決まってしまう。あの原型作るにしても型作るにしても、スタート地点がうちなんで、うちでちょっと悪い品物作ると後々がずっと悪いものしかできない。うちが一工夫二工夫を入れることによって、次の段階、さらにその次の段階の作業される方がやりやすい、使いやすいっていうものを考えながら作ると、やっぱりどんどんとそのものが良くなっていくんですよね。焼き物自体の、あの型屋ができないと言ったら、そのデザインとかその品物は世に出回らないんですよね。ですから、あの型屋のプライドっていうか誇りにかけて、絶対にそれは世に出すべきっていう考えなんで、ですから、あのできるだけ難しいやつでも何にしても断らない、できるだけ受け入れて何とかしようっていうスタンスですよね。自分って めちゃくちゃ不器用なんですよね。で、センスもないんですよ。ただ、うちの弟の場合、あの、やれば、あの、いろんなもの作れるし、センスもありますし、自分にない部分もいっぱい持ってるんですよね。あの、自分ができないことをやってもらう。向こうができないことは自分で引き受ける。っていうことが、まあ、やっぱり兄弟なんでできるんで、あの、やっぱり性格も違うし、あの、得意不得意の分野も全く違うんで、その分補い合えるっていうのがあるんで、まあ、心強いっていうか、まあ、昔からそうだったんで、やっぱりいていて助かりますよね。
私が長男坊として下にいなかったとした時に、で多分継いでたと思うんですけど、多分この性格やったらすぐ潰れてたでしょうね。経営とか何も考えないし、好きなことしかしないし、まあ嫌でも仕事はせんといかんのですけど、それじゃする気ないしみたいな感じだから、やっぱ長男坊としての気質があって社長として今やってるんで、その点は次男坊でもよかったなって。物作るのが好きだったっていうのが一番だと思いますよね。使う土も違いますからね、まあ、それぞれの配合でやってるから、それに合わせた型を作るっていう感じですね。焼き物って土から焼いて、そこまでは分かってたんですけど、ちっちゃくなるとかそんなこと全然考えたことなかったんですよね。難しければ難しいほどいいかなっていう感じの時もありますね。まあそれがちゃんとできた時の喜びとか、あの焼き方によってはちょっと変形したりするんで、一回でピシッと取れた時はいいですね。気持ちいいですね。表立ってなる仕事じゃないから、別に目立たなくてもうそれが仕事って思ってるから、別に大きなもん作ろうとか、あと残そうとか、そんな感じあんまりないですね。もう自分だけ分かってりゃいいかなっていう感じです。人がどうこう言うじゃなくて、多分まあ経営者としては自分はちょっと無理だと思うんですけど、やっぱ好きなことをしてたいっていう感じです。そうね、小学校2年の時かな。いや、その時に親父から言われて、いや後継ぐか家出るかどっちかにせろって、単純明快2つに1つどっちするって言われて、その時に後継ぐよって言う。品質は確保しつつの注文量も多かったんで、もうともかく作らなきゃって、何が何でも。まあ、一番は形状を、例えばもうこうしてくれああしてくれっていうのは、うちの場合型焼きが基本は無理なんで、でも最低限答えれることと、で一回こっちもやってみる、できることを宣伝文句言ってもしょうがないけんねやってみてダメやったらまあダメって言えるけど、だけどやるだけのことはやろうよって。もう有田にこだわらんではいいんだよ。で正直型っていうのは形状のあるもの何でも作れますんで、焼き物の型で食えんごになったら別に車の型でも何でも作ろうと思ったら作れるっちゃけん。だけど楽しむ後ですよ、うん、これ鉄で作ったらどうなるっちゃろうとか。まあ例えば産地の人でもですけど、まあ産地外の人、まあいろいろいますよね。いろんな人が来てくれるおかげでいろんな話が聞けて、そしたらこんなこともできるとあんなこともできるって相手。それが一番楽しいです。全く知らない世界の話やけ。あとは数件、これを絶やしたくないんだよね、せっかくやけ。型でも生地でも。で、本当やったらやっぱ有田が潤ってほしいんで、そのためにはやっぱ有田のために一回でもいいけんね。なんかお礼暴行ぐれせなねえって置いて俺らも思うんで。
る人がだん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 いなくなって、このあとどうなんだろうねって、特にその型とか生地とかの場合技術職になる件が一旦途切れたら、またその技術が元に戻すには何年ってかかるわけでしょ。それも焼き物以外でもそうでしょ。型屋さん生地屋さんがなくなるってなったら、多分有田焼がなくなる時だろうなって。途絶えさせないうちにその後継者は作らんばい感じですよ。結局うちなんかの場合はオリジナルの生地作ってますので、自分が作りたいものを作れるっていう面白さがありますよね。商品自体が出来上がっていく過程を自分たちがずっと型の方が全部分かって見よる件が、過程が分かってるから面白いって思う。それぞれの産地で違いのありますけんね。時期の方がいろいろ使いにくさはありますもんね。でも他の陶器とかその他の産地とに比べれば、有田の磁器なんかの方がきちんと焼き締めてあれば、丈夫さはやっぱり石焼きが強かですよね。もう完全な力仕事ですよね。そういうものすごく疲れます。そういった、そうね、あとは生地の作業は基本単純作業です。同じことの繰り返しをずっと一日中する件が、それけんある程度焼き物が面白いなって思う人じゃないと、多分飽きてくると思います。その有田焼の方にこう頭がこう入りっぱなしやったら、多分そこから今度何も抜けきらんようになる件が、時々自分の趣味の方にポンと切り替えるっていうのも大事かなって。多分精神的な面でそういうのが一番必要と思います。それけんオンとオフは分けるっていう言葉をするから長続きするかなと。うちの親父が、まあ、極端な人やったけん、何の、まあ、何のことをやってもいいけど焼き物の眼鏡をかけてみれよって必ず言うた。で、親父の、まあ、反面教師じゃないですけど、親父がほぼ無趣味の人やったけんが、俺が多趣味になってしまう。結局オンとオフを切り替えんとこの仕事やっとられんと。で、型の場合は特に、うちの親父の場合は自分の好きな形を作り、それで型を起こしっていう、そっちをメインでしてたんで、記事になるとどうしてもオートメーションの機械をただ人間がやってるだけやけん。だけん、あの仕事を永遠やっていくとどうしてもメンタル弱るんで、だけん途中で切り替えが必要かなと。で、その切り替えを上手にできるようにならんと、まあ何の仕事でもそうですけど、どんな人、楽しい人、純粋、何でも楽しめる人やね、うん、きつい仕事でも楽しめんと面白くないやろうし、好きでも楽しくなかったらダメやろうけ。楽しんでなんぼやけん、人生一度きりやし、好きなことをやるんやったら徹底的にやりたいだけやりゃいいよ。それで合わんやったらもうそれはその時やし。でも多分覚えたことは絶対身になってるけん、技術だけは。って言うと、ずっと有田におる人と有田に好きで入ってきた人では多分見る目のちょっと違うところがあると思う。本当は地元の人たちで後継者ができるとは一番いいとですけど、多分その地元の人たちだけでつないでいこうとすると、その改善点というところを見つけきらんで
ずっと先細りになりやすいかもしれないなと思う。でもよそからの目で入ればここはこうしたらっていうのが多分出てくると思う。そうなっていくことでもしかしたら焼き物の業界の中の構造がぐるっと変わるかもしれないです。好きなことをやってそれが仕事になる、そういった考えを持ってる人がいいかなとは思うんですよね。まあ、仕事だから多少嫌なこともあると思うんですけどね、まあ、実際自分もして嫌なこともあるし、ですからやっぱ好きなことをしていかないと続かないと思うんですよね。だからこういったことが好きな人がずっと受け継いでいけばいいんじゃないかなと思います。まあ、別に堅苦しいことも考えたことないし、まあ、自分としては自分だけでいいやみたいな感じもあるんですけどね。まあ、あとはちょっと考えてはいないですね、はっきりとは。まあ、楽しいことも結構あるから面白いんじゃないかなと思いますよ。技術自体はいろんな人が知っといていただきたいんですよね。でそれぞれの人たちの考えの中でいろんな違う技術が生まれてくるんで、でそれはそれぞれの必要に応じてそういう形になっているんで、これから先もっといろんな多様性を持った状態の型屋が必要になると思うんで、そういう時のためにそれこそいろんな人が型を使ってこういう型が欲しいとか、そういうやつがもっとどんどん増えてくれば、その型屋としての生き方ができるようになってくると思うんですけども、なのでできるだけその産地の力が残ってるうちに新しい考え の人たちが増えて、その生地屋なり型屋なりさもなくはその若手の作家さん、そういう人たちも自由にある程度有田で作陶できるような環境が整えば、もしかしたらもっとさらに息吹き返して新しい有田焼というか、そういう新しい産地として生まれ変われるんじゃないかなと思ってます。